ストライクショット。こんにちは、 X フラグの中の人リエックスとのぐちゃんです。はい、ということで今回はこちら、じゃん、新キャラマソ声優を月齢使ってみた。イエーイ、読み仮名ありがとうございます。ちょっと難しかったので作ってみました。はい、はいはい、それでは早速やっていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。こちら、反射バランス型マインスイーパー EL アンチ重力バリア、はい、友情コンボが超強貫通ホーミング18、そして副友情がソリッドバレットです。はい、はい、それでは、まあ動きを見せていくので横にずれていきます。はい、このような感じです。うん、はい、それでは友情を見せていきます。はい、はい、ソリッドバレットいいですね。ホーミングも全体に散りつつ、はい、徐々に、ね、削っていっております。じゃあもう一回友情だけ見てみましょう。はい、おお、めっちゃいい。顔つけてくれましたね。はい、していきました。うん、ここでも友情めっちゃ強くないですか。強い、めっちゃ強い友情。今弱点手前にあってです、ね、結構入ってきましたね。うん、44万。強ー、クリティカル出てましたね。今の友情すごい。めちゃめちゃ入ってましたね。はい、はい、それでは、マインスイーパー EL 持ってるので、はい、持ちながら叩いていきます。お願いします。うわー、強っ。殴りだけで77万。うん、マインスイーパー EL でねやっていきました。はい、はい、それではストライクショットを使っていきます。はい、スピードとパワーがアップ&順風時と千里眼が追従するレーザーで攻撃。おー、じゃあちょっと暴れ回ります。お願いします。はい、この星に生まれし全ての命の母たる海が再び汚れなき姿へ。順風時と千里眼とマソの間にこうレーザーが出てくると。はいはい、かわいい。で、あ、この2人はまだ残ってるので。残ってますよ。体力危ないのでハートを取りつつ。はい、おお、超速攻追いかけてレーザーが出る。かわいいですね。ですね、まだ残ってますね。はい、まだ残ってますよ。こんな感じでしっかりと倒していけます。はい、楽しい。これかわいいですね。かわいいです。なんか最後仲間が増えた感じで嬉しいですね。ですね。はい、というようなストライクショットでございます。はい、それではステータス見ていきましょう。はい、ということでステータスはこちらです。じゃーん。はい、今言ったのが、極炎の神殿修羅場の位置に参りました。はい、重力バリア出てなかったので、うん、マインねかなり強かったですね。ですね。はい、マインスイーパー EL 活躍してました。うん、あとは友情もねめっちゃ強かったですね。クリティカルも入ってたし、うん、はい、ボス前弱点とかにいると結構削ってくれますよね。削ってくれますね。うん、よかった。あといけそうなところだとどこがありますか。あとは、爆絶のラグナロックかな。すごい。地雷出てくるのと重力バリアもあるので、うんうん、いいんじゃないかなと、はい、対応してますね。いった感じでございます。はい、あとは近畿の1。あ、確かに水属性だし、うん、はいはい、毒ガマしっかりつけてね。はい、毒ガマをつけていただいていいかと思います。はい、あとどっかありますか。あとは、超絶でイザナミゼロ、うん、こちらが地雷対応なので、はいはいはい、はい、しかも EL なんでね、いい攻撃力出るかと思います。地雷持った状態で、はい、あとは不動明王もね、うん、あの地雷重力バリア対応しているのでいいかと思います。はい、はい、ここでポイントはこちらです。マインスイーパー EL そしてアンチ重力バリアのセットは水属性で初となっております。いい貴重なわけですね。ですね。はい、となっております。はい、それでは続いては専用棒使っていきましょう。はい、では専用棒使っていきたいと思います。はい、こちら貫通ゲージのバランス型アビリティが超アンチ重力バリアとゲージで回復とアンチダメージウォール、友情コンボがエナジーサークル L、 そして副友情に超強貫通ホーミング12ですね。はい、ではこんな感じで超アンチ重力バリアなので、はい、スピードアップしつつ動けると。ますね。はい、はい、それでは当たっていきます。はい、でも11ですよ、やばいよ。倒さないとやばいんですけど。そうだよ。お、ホーミングがいい感じに処理してくれてる。まあ、抜れました。よかったです。はい、素晴らしい。お、
ここ結構ハマりに行っても削りきれない時がたまにあるので、確かに後押ししてくれていいですよね。なりますね、うん、はい、それでは回復見ていきたいと思います。はい、ルートが見えてないんですが、行きましょう。超アンチ重力バリアでスピードアップできるので、うんうん、おーいい、今2体拾ってこれぐらいですかね。十分十分、うん、いいですね。スピードアップしながらなので、うん、移動距離も稼ぎつつ貫通でね、うん、ちゃんと触っていけると当たれたら回復もできると。素晴らしい、 いいですね。はい、それではストライクショット見ていきたいと思います。こちら、触れた敵の数に応じて威力が増すメテオで追い打ち。はい、ですね。超アンチ重力バリアなんで。おいで、愛しい私の子供たち、共に世界を導いていきましょう。おお、265万、しかも貫通だから触れに行きやすい。超アンチ重力バリアでスピードアップもしつつ、うん、貫通で拾いに行きやすい。はい、素晴らしいですね。いいですね。はい、といった感じのストライクショットでございました。それではステータス見ていきましょう。はい、ということでステータスこちらになります。今言ったのはヤマトタケルですね。はい、重力バリア出てくるんですが、超アンチ重力バリアなので、うん、スピードアップしつつ敵も倒しに行けますし、あとはダメージボール出てきますが、アンチダメージボールなのでそこも対応して動けるといった感じでございました。はい、他に行けるところどっかありますか。ここはですね、うん、近畿の極22、22だとあの弾を倒しに行くとか、ね、チュンってやるところで結構出てくるので、うん、ダメージオール、あとはアンチ重力バリア対応なので、確かにいいかと思います。重力バリア多いですからね。はい、超アンチ重力バリアでシュンシュンといけます。あとありますか。あとはですね、あの神獣の聖域の、うん、天運の広間、トーマリーのところですね。最後のところですかね。そうです、そうです、はい、そこも、ダメージオールと、うん、重力バリア対応してるのでいいかと思います。はい、はい、あとは、激究極、うんうんうん、エレボスにもね、どちらも対応してるので、はい、行きやすいかと思います。はい、ということでポイントはこちら、じゃーん、超アンチ重力バリア、アンチダメージモール、こちらのセットは貴族製で初となっています。嬉しいですね。このセット汎用性高いし、うん、かなり連れていけるところ多そうで、はい、いいですよね。良さそう、本当、うん、はい、楽しみです。はい、それでは月齢使っていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。はい、こちら反射ゲージの砲撃型、お、マインスイーパー L、 ゲージで超アンチワープ、友情コンボが超強ショットガン、そして新副友情コンボが超強貫通拡散弾 EL5 となっています。はい、はい、超強ショットガンはこれ新友情ですかね。ですね、うん、ちょっとトトンと動きます。トトトンと、はい、こんな感じです。はい、では友情見ていきたいと思います。わー、助かる。いや、このセットで倒せるのマジ大事だから、すごい助かりますね。蘇生しちゃいましたけど、うんうん、結構右下の方まで行ってましたよね。行ってましたね。うわめっちゃ強。左下の雑魚2体とも倒して大黒天にも結構入ってますね、うんうん、入ってますね。うわー、弱点まあ削りもあったけど、ほぼほぼ友情で飛ばしていきましたですね。強っ。はい、それではマインスイーパー L なので、はい、持って叩きます。はい、はい、強い。あ、しかもあれだ、超アンチワープも出てるから攻撃力もワープしてますね、はい、強いね。84万出たもん。はい、それで当たります。うわー、めっちゃ強い。友情だけで84万ですね。弱点にめちゃくちゃありました。結構弱点まで距離あったと思うんですけど、うんうん、それでもまあ弱点の方に向かって。はい、それではストライクショットを打っていきます。はい、こちら、触れた最初の敵を乱打し吹っ飛ばす &HP を回復します。はい、はい、それではいきます。祈りなさい、それが本当の思いなら月は答えてくれますわ。125万、そして回復もしていると。素晴らしい。ではちょっと弱点向こう側に行っちゃいましたが、はい、張り付いているので、うんうん、友情で、おお、いい、めっちゃいい。やっぱ貫通していくのいいっすね、友情ですね。素晴らしい、いい流れ。上がっていって、友情でやると、いいですね。12ターンで打てるので、早い、打っていただいて、
はい、となっております。それではステータス見ていきましょう。はい、ということでステータスはこちらです。じゃん。はい、今言ったのは大黒天、うん、ワープも出てますし、あとは地雷対応していました、ね、超アンチワープでかなりですね、はい、叩きも良かったかと思います、うん、他にいけそうなところは、他は、はい、豪絶のラウドラの極みの方かな、おが、ワープと地雷両方出てくるので、うんうん、何も気にせず動けるかなと、はい、いった感じでございます。活躍できそう、うん、他は、金剛夜叉明王も、うんうんうん、同じくワープ地雷かな、はいはい、属性もいいと思いますし、確かに、うん、いい火力出せそうですね。ですね、はい、あとは、激究極プラチナ大将、おこちらも、ワープとあと地雷対応してるのでいいかと思います。はい、それではポイントはこちら、新友情調教ショットガン、これ良かったですね。いや、良かったですね、うん、かなり刺さってました。攻撃型ですしね、うんうん、強かったです、うん、となっております。はい、ということで以上、じゃん、新キャラ魔素西洋語そして月齢使ってみたでした。もう3人とも美女なので欲しいです。欲しい、綺麗なイラストなのでぜひゲットしましょう。それではバイバイ。ご視聴ありがとうございます。よろしくお願いします。他のチャンネルもあるのでチェックしてみてください。いつもみんな文句で遊んでくれてありがとう。って私が言うと思わなかったやつ。これからも妄想よろしく。